どうもさこは、おくチャンネルだー。今回なんですけども、ビンゴ5の動画でございます。で、はい、今回ですね、久しぶりのビンゴ5でございます。そして、私の買い方といえば、ちょっと運任せでもあるんですが、必ず4本は当選するというですね、セパレート購入法、最近ずっとこれを使っていたわけなんですが、まあ、最後やった動画あたりで結構言ってたと思うんですよ。そろそろブラッシュアップの時期が来てるよねって話をさせていただいておりましたが、まさにそれ今回なのかなと思っております。はい。で、ビンゴ5のデータをですね、ちょっとずーっと眺めていると、ちょっと一部ね、この枠で見たらこういうことがあるんだということに一つ気づきましたので、こちらをちょっとね、そのセパレート購入法の新しいですね、改良版、つまりセパレート購入法改のちょっとテストに一回使いたいなと思っております。だから今回はセパレート購入法回のテスト回とね、まず第1回目のテストというふうにさせていただきたいなと思います。ではですね、今回、まずセパレート購入法回の解説させていただきつつ、私が気づいた、内容ですね、そちらの方も含めて解説していきたいなと思います。では早速ですね、解説やっていきたいなと思います。一攫千金。はい、では行きましょう。まずセパレート購入法回、テスト1の、解説なんですが、まずその前に改めてビンゴ5どういった口かも含めて、解説していきたいなと思います。ビンゴ5ね、初めてって方もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、見ていただければ納得いただけると思います。はい、まずビンゴ5ですね、もうそもそもこれ、この図よ、この感じです。で、ビンゴゲームのようにですね、マスがとにかく9マスあるタイプですね。で、真ん中はフリーとなっているので、我々が数字を選ぶ場所は8マスございます。左上から3つですね。真ん中2つ、下から3つという形で8マスございます。で、各マス数字が5つありまして、まず1つ目のマスで1から5、2つ目は6から10、3つ目11から15、16から20、21から25、26から30、31から35、36から40というですね、各マスに5つの数字、決められておりまして、その中から1つ選ぼうね、1つずつ選んでいくんだよというようなゲームです。いわゆる宝くじのゲームです。はい。で、ビンゴ5の特徴としましては、先ほど言った番号を選んでいくわけなんですが、そのマスの番号が当選番号と一致したからって言って当選するわけじゃありません。縦、横、斜め、ラインで揃わないとダメなんですね。つまりフリーを挟む場合、真ん中をくり抜いたフリーを挟む斜め、縦、横の場合だと2つ番号が一致しないとダメなんですよ。2つね、こことここ、もしくはこことここという形で合わないと当選にならないんですよね。つまりライン揃ったラインの本数が多ければ多いほど当選金額が上がるという仕組みになっておりまして、そしてこちらですね、これめちゃくちゃ分かります。これ非常に分かります。完璧です。これほぼ完璧です。はい、とにかく全部ねラインが揃えば約555万円いただける8ライン当選ってやつですね。では2等は6ライン約、30万ほど、3等は5ライン、4等は4ライン、5等が3ライン、6等が2ライン、7等が1ラインとなってるんですね。つまり、フリーを挟むところの場合は数字2つなんですけど、挟まない場合は1、2、3って揃えないとダメだったり、縦でもそうね、1、2、3と揃えないといけないので、僕は、攻略法を打っていくんだったら振りを挟むところで何か考えた方がいいよねっていうふうに押しております。ちなみに、私のセパレート購入法で、この4等の4ラインですね、はい、18,200円ほど、まあこれで、変動します。変動するので必ずこの金額っていうわけではないですが、ここまでは到達できたね。そう、これ非常に、面白い買い方では僕はあるなと思っていたんですが、やはりちょっと改良しないといけない。そう、そもそもじゃあセパレート購入法って何なのっていうね話もなってくるんですが、まずセパレート購入法の前身、絶対当選法という買い方がございまして、絶対当選法というのはもうまさに名前の通りで必ず当選します。1ラインはという代物なんですね。で、もともと考えたのが、とにかくフリーを挟むどの列でもいいんですけども、とにかく全パターン買えばいいじゃんということで、とりあえず5個から選ぶもの、そしてここ5個から選ぶものですね。どれかが一致すればいいので、5×5 は25じゃないですか。だから25口、1の、例えばこっちも1、1の2、1の3、1の4、1の5、
っていうのを、まあ、もう全部ですね、2の1全部買う、全部買う、とにかくこう25口買うんですよ。25口1本だけ買って、あと以外のマス6マスに関しまして適当に番号を打っていくんですよ。これだろこれだろこれだろ、だから、どこかで必ず1本揃いますから、25口の中で。でプラス、まあ、適当に買ったところももしかしたらピッて合うかもしれない、それが重なったら2ラインになったり3ラインになったりというような感じで買う買い方がもともと絶対当選法です。でそれのブラッシュアップ版、少し、ラッキー要素を省きつつ、あとはもう運任せだよねっていう買い方、ちょっと非常に意味がわからないよ、それ結局どっちだね、運に頼ってるのか頼ってないのか、両方です、両方なんですけど、セパレート購入法っていうのはどうせ25口買うんだったらこのラインだけじゃなくてフリーハさんも他のラインも全部その25口に収まるんだからやっちゃったらいいじゃんと。でこの買い方の利点としましては、基本的には全部が重なった瞬間も一等確定なんですよ、必ず一等が確定する。そう、ただこれ確率どれぐらいなんだというふうに、質問される方もいらっしゃると思います。これがもう通常のですね39万飛び625分の1の確率なんですね。非常に低い、まあこれ単純に一等当選確率と全く同じですから、とにかく全部が重なる瞬間はそうなるんですけど、確率論的には一緒だよねということですね。ただそれを掴むために毎回25口買わないといけないということは、つまり毎回5000円かかっちゃうんですよ。そう、毎回5000円かかるのちょっとしんどいねってちょっとどっかで僕も思っておりました。そして、視聴者様からも、ご意見いただいてます。ちょっと高いよね、使いにくいよね、挑みにくいですよねっていう風に、まあそりゃそうだよねと思います。まさにそうだと思います。毎回できるかってちょっとしんどいね、月にだって4回あるもの5000円で2万円使っちゃうわけです、それだけでね、2万円あったら僕スクラッチもっと買えるよみたいな話になるので、まあまあ月にね2回ぐらい、ビンゴ5このセパレートやら絶対当選法やらで打っていた時期はあったんですが、ちょっと一旦お休みしてブラッシュアップしたいねということで、考え抜いたのが今回ですね、今からお話しする、買い方、こちらちょっと目新しいかなと思っております。はい、では、今回まず先に、ビンゴ5の気になったところ、こちらのお話をさせていただきたいなと思います。はい、では、この表見ていただければ分かると思います。これはビンゴ5の直近開催9回分の表なんですが、1マスごとに出てないポイントありますよね。で、出てるところもあるんですが、まあ、1枠目、こちら3が出てない、2枠目9が出てない、で3はこれ全部出てる、だからなしですね。で4枠目19、5枠目24、6枠目28、7枠目34、8枠目37となっております。そう、なぜかですね、このように出現していない数字がなんとなく1個ずつあるようなイメージなので、まあ偏ってるんだろうなというふうに思って見ていたんですがね、そういうことはこの出ない数字を読み切ってしまえばですね、そう、1個ずつ省けるよね、そう、5分の1のものを4分の1にできるよねっていうふうに、思いました。そう、だからつまり、やはりちょっとね高いよねと、コストするよねっていう、この絶対当選法のコスト面を削ることができるんじゃないかなっていうのが一つ今回思った方法の一つですね。で、ただじゃあこのコストね、たった人、5分の1の1個減らすだけね、これを削ったらどうなるんだいと、まあ、メリットデメリット両方あるんですが、まず先にデメリットをお話ししましょう。今までの特徴としましては、必ずフリーを挟む4つの当選は絶対確定するといったですね、良い特徴が失われる可能性があります。はい、でそしてこれ一番やばい、最悪の場合なんですけども、フリーを挟むライン、ゼロ当選、これありえるんですね。で、次、メリット面を話していきたいと思います。メリット面なんですけども、まず、1マスあたりが、5分の1から4分の1になり、非常に選びやすくなる。削除数字が当選番号一致がなければ、当選確率としまして、ね、1等を目指せる当選確率としましては、6万5536分の1
通常のものよりも6倍も当選確率が上がる形になっちゃうんですね。これめっちゃいいですね。これ聞いたらめっちゃ良くないですか。今39万分のとかだったのが6万5千とかね。え、めっちゃ下がってるやんって感じしません？そう、とにかく、まあ、あくまでも条件付きです。これに関しては削除数字ね、自分が避けたね、各、マスごとの1個の数字、つまり8個の数字ですね、これが当選番号と一致しなければのパターンです。一致したらちょっときつい、非常にきついです非常にきつい形になります。そうだから、1ラインあたりですね、今までは、5×5 の25分の1の可能性だったものが 4×4 の16分の1になるということは、セパレートで走らせる分には16口で済む、安くなるんですよ。費用ここ出てます。安くなるんですよ、明らかに安くなる。そうで、今までですね、私、全数字購入法、そして絶対当選法、そしてセパレート購入法、ね、いろいろ作らせていただきました。ね、基本的には番号全部買うんだというところが、私の一番いいとこであり、そう、何よりもここを向き置いてるんですよ。僕、予想するの好きじゃない。悪く言うと好きじゃない。よく言うと苦手だ。ね、だから攻略法でちょっと馬力入れちゃおう、ちょっと金額使うけどやっちゃおうっていうね、買い方をしていたわけなんですけども、まあ簡単に言ってしまうと、ややこしい予想をせずに当てれる買い方、これを作りたいなというふうに、ずっと思ってました。で、じゃあね、今まで必ずどっかで当たるんだよねっていう買い方だったね、ということは、僕が 今新しくね、僕がですね、新しく作る攻略法、これで避けないといけないことって何だろうか。ゼロヒット、ゼロヒットはもう避けないといけないね。今まで絶対当選法、セパレート購入法なんか1本ライン必ず揃うんだから、何だって4本揃うんだからね。全数字購入法、これに関しましては必ず丸つくんだから、必ず。そう、この歴史を崩すわけにはいかないということで、どうしないといけないのか。で、先ほどご説明したデメリット面の一番最悪のパターン、フリーを挟むラインのゼロ当選もあり得るというね、お話したと思うんですが、これ一応パターン大体2つぐらいあって、大きく分けるとなんですけども、まず1つ、当選番号が散るパターンがある。例えば半分買った方、半分削除した方、もうこれ最悪よ、これ最悪、これは非常に最悪なんですが、ただ今回のこういう削除していくやり方をしてしまうと、これはもう避けれないので、まあ、ここは仕方ない、これは手の打ちようがないんですよ、これはもう手の打ちようがない。そう、じゃあもう一つパターンとしてあるのは、まあ稀だと思います、非常に稀だと思いますが、僕が削除した数字、これが全て当選番号と一致したパターンですね。これがやばい、一番やばい、これやばい。そう、だからこれはどれぐらいで起きるかというと、もうむちゃくちゃ簡単です。39万飛び625分の1、これ聞いたことありますよね。一等当選と同じ確率なんですよ。そう、つまり一等当選と同じ確率で、とんでもない外し方をした場合、この削除数字が一等取っちゃうパターンなんですね。ということはもう皆さん分かりますよね。それで一口追加すりゃいいじゃんって話なの。だから最悪の場合が起きたとしたら、とんでもない確率、僕ね、運が悪いよって人とか、ちょっとやばいね、今日なんかしんどいから、なんかわけわかんないことになっちゃったとか、ダメあるじゃないですか。全部裏数字きたとか、そういうパターンあると思うんですけど、人生においてね、当選する確率と見事に同じ確率で外すっていう経験も絶対人生で一度や二度あると思うんですよ。そう、だから同じ確率で外せれば同じ確率で取れるようにしちゃおうよというような代物です。はい、だからつまり言い換えます、これ今から言うのが適切です。今までは私、全部の数字とにかく買えと、ね、攻略法に当てはめて買っていけばなんとかなるんだというね、お話させていただいたと思いますが、今回言い方改めます。削除数字を選ぶガチ予想をまず一口、
そしてセパレート購入法で16口、合計17口で挑む買い方、これがセパレート購入法買いのテスト1ですね。あくまでもテストです。これ確定させません。これちょっと不安定すぎるんで、まだちょっと試してないか分かんないですけど、はい。で、正直これね、いつも思うんですよ。やっぱり新しい買い方したらこれ思うんですね。例えばじゃあ決めた数字ね、この決めた数字外れたらどうしようとかね、削除する数字とかも選ぶんですけど、当選番号に来たらどうしようとかね、組み合わせ違ったらどうしよう、読み外れたらどうしよう、確率合わなかったらどうしよう、どうしようどうしようどうしよう、いつもの方が安心だよねってね、皆さん僕だけじゃないと思います、思うと思います。新しい買い方と新しい予想、いろんなとこからいろんな情報を入れてね、切磋琢磨選んでいるんですけども、うまいこといかないね。だったらあの買い方でよかったじゃん、ありますよね。これ僕もあります、むちゃくちゃありますよ。これ非常に多分一番多いと思います。非常に後悔するパターン、前の番号が来ちゃったよとかね、だったらまだいいじゃないですか、前の番号だから。何よりもこの今回今最新のものを買うにあたって非常に迷うことあります。特に新しいやり方すると絶対そうなるんですけど、皆さん考え方間違ってます。僕も間違ってました。とにかく当たってないんだから、毎回ね、新しいことまずは試したらいいじゃんとね、10回20回ね、この買い方ありえるよねっつって試して試して試して、ダメだったらどっかで見切ろう、見切って新しいの挑もう、それが僕にとっては今回ということなんですね。そう、とにかく今回はですね、セパレート購入法買いのテスト1の、初めての初陣でございますから、非常に私もね不安でございます。ゼロ当選本当にありえるんでね、最悪のパターンどっちか来たら罪だから、罪なんですけど、ただちょっと久しぶりに、一口ぐらいはビンゴ5でガチ予想というのもまあありなのかなと思いながら、まあ自分自身ですね、とにかく目指すところはどこなんだ、一等当選なんですよ。僕は一等当選狙いたい。そして今年の目標はこの4ラインを超えたいんですよ。5ライン6ライン7ライン8ライン出したいんですよ。だから新しい買い方で挑戦していきます。はい、外れてもそれはそれで仕方ない。ただやはりですね、一等当選を目指すにあたって失敗もしないといけない、でも挑まないといけない、じゃないと皆さんワクワクしないですよね、ドキドキしないですね。それを僕がやってみせます。では明日ですね、ビンゴ5の当選結果の動画、配信いたしますので、そちらの方でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。